はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、ウォーハンマー、4万っていうのかな まあ、40,000 とかいうのかな、わかんないけど、まあ、メカニカスか。の挑戦2回目なんですが、1回目の時にね、正直全部口にね、セリフとかを声に出してやってみたんだけど、ちょっとまだね、世界観がね、難しくて、どうなるかわかんないんだけど、今回はちゃんとね、コーヒーを飲みながらね、頭をね、こう、冴えた状態でね、ゲームを進めていこうかと思います。まあ、続きです。はい。ということでね、まあよくわかってないんだけど、まだ。これどうやればいいんだろうね。技術。このリストは今までに集めた武器や、アイテムの一覧が表示されています。武器やアイテムはミッション中の、探索やミッション完了の報酬として入手できます。これは今までに発展した武器の設計図のリストです。この設計図は、スタンダードテンプレートコンストラクションの破片としてSTC の破片と呼ばれています。STC ですね。はい。なんだこれ。ああ、なるほど。クエスチョンのところは見れ、そもそもカーソルがいかなくなってるんだ。で、ここは STC の破片をバックパックのスロットに実装できます。バックパックで回復したシールドなどのサポートやアクビリティを獲得できます。はい。アイテムはそれぞれ3段階のバージョンがあり、バージョンが上がるとより高い効果を発揮します。サポートって書いてあるのね。で、ここか。突撃兵ってやつか。このリストには突撃兵の一覧とレベルが表示されます。突撃兵。サービターレベル1。で、戦隊。艦隊か。このリストには今までに入手した艦隊のアップグレードが表示されます。艦隊のアップグレードによって修理効率や、編成可能なテックプリストの数などが強化されます。で、バンティ兵、参加っていうのかな。これはアデプトゥスメカニカスが戦闘時に味方を、鼓舞する、バンティシン参加と呼ばれる、成果です。なんだこれ。バンティシン成果は歌ごとの条件を満たすことで解除できます。編成で使用する、バンチ兵参加を選んで戦闘中に使用することで強力な特殊効果をもたらします。なんだ、結構難しいな。ここまででいいのかな。で、これミッションか。で、編成。編成区画へようこそ。ここでは、現在出撃可能なすべてのテックプリストと出撃兵ユニットを確認できます。画面上部に表示されている突撃兵ユニットを選択すると、ステータスとアビリティを確認できます。画面下部にあるテックプリストを選択して丸を押し、カスタマイズを始めましょう。上の方行くと、これサービター。これがさっきのリストにあったキャラクターです。サービター。あ、選べないのか、別に。これは、ここはテックプリストのカスタマイズ画面です。武器やオーグメント、アップグレードを最大限活用して、テックプリストをカスタマイズしましょう。まずはテックプリストをアップグレードしてみましょう。画面左側にある研究ボタンからスキルツリーへ行ってみましょう。研究。これは研究画面です。ブラックストーンを消費してテックプリーストをアップグレードできます。あ、
アデプトゥスメカニカスの、戦闘スタイルに応じて、研究分野を選択可能です。各研究分野のアビリティツリーからアビリティを一つ選んでみましょう。まずこの探求者 1とか入ってないか、白兵戦の3位に入ると自動的に敵のステータスを解析。でこれ選ぶとアップグレードにはブラックストーンが必要です。アップ、ランクアップすると AC スロットアビリティボディーパーツを獲得します。でこれで選ぶと様々な研究分野を横断するアビリティを学んだテックプリストを作り上げるもよし、一つの研究分野に特化したテックプリストを作り上げるもよし、舞台全体を考えて強化していきましょう。このテックプリストは新たな武器が装備可能です。アイテムを装備するために必要なオーグメント容量はツールチップで確認できます。テックプリストのオーグメント容量 AC スロットを使用してアイテムを組みましょう。ストレージのアイテムを選択し丸を押してください。 AC スロットを増やすには、テックプリストをアップグレードしてください。まあまあよくわかんないなこれまだ。この枠はこれは、はい、これがこのキャラクターの性なのか。これでもう選んで、これで決定でいいのか。わかんないからもうなんかなんとなく人いろいろ選んで、あ、でもこれ以上もうないのか。で、キャラごとにミッションがあるということ？あれこれ選べない。で、この下は選べない。この下は何もないのか。だからここら辺か。ミッションアグロレックセクター、アグロレックのトゥームを、消費し、精神的腐敗を浄化するため、レクター、ドマティスバイデックスが航路を、配置するサービターの、配備を要請した。ちょっと、で、こっちのミッションは、エクロピスセクター、殺戮の標本テックアクイジタースケアポラーはネクロンの秘密を研究するためエクロビスのトゥームから敵のサンプルの収集を依頼してきた。なるほど。で、目標があって報酬があって、あとのこっちは、あ、これがあれか。ちょっと待って。アグロレック・エビロクロスってのはこの二つのこと？あれ？エビロクス、アグロレックス、あ、そういうことか。この人で、ここでどんなミッションがあるか確認をするってこと。ってことは、これをとりあえず、じゃあ選んでみるといいのかな。で、ミッション開始か。ここではミッションを遂行する部隊のユニットを選択して編成することが可能です。選択して丸を押すとアーバスライター輸送機にユニットを追加します。
三角を押すとユニットの選択を解除します。ミッションを開始する前にテック…ちょっと待って、これでテックプリストが配置されてきません。ミッションを開始する前にテックプリストに、武器を装備させましょう。あ、武器か。編成か、編成で武器を持たせるのか。これでいいのかな。これは順番にキャラクターを見てる。あ、二人しかいないのか。あ、こいつに武器もさせればいいのか。そんな感じなんだ。研究メニューを開く。あ、いや、まあ、で、ミッションで、これでミッション開始で、これでいいのかな。あとどこを選べばいいんだ、これ。万物神参加を選択。あ、これがあれか。選ぶの。で、テクアクイジタースケアポラ、この任務についてくれ。お前が持つ異星のアーティファクトや、生命体を調査した経験は役に立つだろう。テクアクイジタースケアポラってのはプレイヤーの演じるキャラなのかな。ティディス、8かなの異端者にこの世界の、秘密を略奪させるおつもりですか。お前の主張イコール誤り、if、移動懸念立腹 go to 違う任務へ。そしてお前のが伸ばし話にしろと、倫理が破綻してますよスケアボラ。マカリアン16章4節、何時の同胞から目を離すな。彼の異端なる罪は、何時の容易の、容認の罪なんだから。なんだこれ。シルバーネ、テネブリスの評価、テネブリス評価開始。脅威、機械、秘密。発見、ゼノの情報を得るチャンスでは見逃せんぞ。何度、なぜそこまで熱を上げるテクアイ、アクイジター。私の感情コアには、任務遂行の危惧と覚醒しつつあるゼノの脅威が湧き上がっている。それゆえわしのミッションにおける、わしの役割イコール情報収集、真実の、追求、人類の前、理解への還元、火星の命令を取得、全人類のために、知識を集めよう。それでどうすればいいんだスケアボア。個人的な、現地作戦、
イコール純最適、代わりにテック5行になった代わりにテックプリーストの派遣、期間、あ、じゃあ最適、第一目的、研究のための、現地のサンプル収集、1、エアロピスのストゥーム、即座に開始するんじゃ、ということでね。いやー、結構むずいぞ。なんかコーヒーが進む。ケープラ。エクロピスのトゥームの報告からしてサンプルを集めるのは容易ですが、それだけ奴らを倒す必要がありますね、司祭。わしの才能イコール真実を求める分析、探索、識別、実行はテックプリーストに任せるぞ、ファウスティニウス。機械教団の信者を危険にさらす価値があるんだろうな、スケアボラ。我々の部隊はただの、労働サービターとは違うのだぞ。同意します、ファ、有効な点を提案。人間の死体も帰還されるよ、させよ。ネクロンの技術の人体への影響も、研究する機会。どうすればいいんだ、これ。移動。あ、そうか、サッカーソルとかなんか浮かす必要なかったのか、今までは。憶測ツームは全体修復、防御、維持能力を持っている、さらなる研究、イエス。いくつかそいつを集めておくれ、ファウスティニウス。ということで。この先の部屋は、上層の地形が変化したことにより損害を受けている。数十の小さな甲柱のような形の構造物が損害を修理しつつ勤勉にせやしなく動き回っている。これが3択、収集プラス、スカラベを数体集めようと試みる。集団としての行動様式には何か良いひらめきが生まれるかもしれない。で、入手、研究のための2体のスカラベを集める。もし任務以外のことをする必要、時間はない。スクラベを無視する。これ収集がいいんじゃないの。結婚、じゃあ結論開始。スカラベは個別の構造体ではなく、トゥーム自体の一部。トゥーム全体がネクロンの一形態である。結論構築、仮説の驚くべき万華鏡。なんだこれということで、舞台は手間取りながらも10体近くのスカラベを集め、標本金庫に、閉じ込めた。捕まえた以上のスカラベがそれまで 見えなかった、開口部から現れ、必要な場所に飛んでいって修復を続ける。トゥーム中に通路システムがあることが明らかになった。ということで、何？スカラベは数体集めようと試みる。スカラベを数体集めようと試みる。集団としての行動様式には何か良いひらめきが生まれるかもしれない。ということでね。よくわかんないんだけど。で、機械検出、ネクロンの戦闘戦略、武器、能力の理解、研究が必要。ということで、部屋には、部屋には厳しい銃撃戦が行われた痕跡がある。二人のスキタリの遺体が残されており、壁一面に、ガウスブラストの痕跡がある。ということでね、調査か追悼、回収。調査だろうな。
ネクロンはただのオートマタ、ファルス。解析ネクロンの戦闘能力、イコール、ダイナリーイコール。訓練を受けた人間の、突撃兵。本物の銃撃戦、戦闘、訓練が可能になったのは残念じゃが、ただの夢なのかもしれんの。どういうことだ。部隊は部屋の損害を時間をかけて詳しく調べる。ネクロンが、部隊最後尾にいた二人のに素早く攻撃し、影の中に、消えていった。ここで行われた、戦闘のデータを回収するために部屋を調べる。という続行。どういうことどうすればいいんだ。あれ、閉じる。あ、これでいいのか。で、あれ、そっち行っちゃうの。結局我々の存在が発見された。どういうこと。こちらの存在を感知してツーム内のネクロンが覚醒し始めています。やばいじゃん。トゥームの部屋を移動すると防御システムが起動し、ミッションの難易度が上がります。つまり、長時間探索が続くほどミッションの達成が困難になるのです。なるほど。しかし、トゥームを深く潜れば潜るほど、より多くの失われた知識、すなわち報酬が手に入ります。バランスが大事ですね。ということですね。ガンガン移動してるけど、なんかよくわかんないけど。新しいマップだな。敵をすべて排除せしろ。これどうすればいいの。あれ違うな。いや、始めてみよう、とりあえず。まあいいや、ちょっと一回思いっきりこう移動して近くに行く。あれ、これまだ続けられるの。これどういうこと。まあいいや、ちょっとわかんないから。まあいいや、ここで。
これ戦闘開始か。そっかそっか。ややこしいや。お。戦闘中にサービターが攻撃されると、テックプリストはその技術的好奇心に刺激され、被弾データの解析、分析を開始します。データだけでなく、投擲物の、速度や入射角、その他の戦闘情報を詳細に記録し、施設好奇心を満たします。満たされた好奇心は、コグニッションポイント CP となり、戦闘中に利用可能です。サービターは使い捨てではありますが、どのミッションでも非常に有効な働き続けをするユニットです、ということでね。わかんないな。サービター00、あ、死んだ。気に病む必要はありません。もともと突撃兵は、敵の攻撃からテックプリストを守るための消耗品です。テックプリストが死亡してミッションが失敗してしまっては元も子もありませんからね、ということでね、失敗していました。私失敗するんです。そんな感じ。ということで、チャンス？チャンスって何？ああ、これが1回だけ使えるのか。でもまあいいや。まあ正直あんまよく分かってないんだな。これは。で、あ、違う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 。じゃあこいつはターン終了か。これは厳しいな。もう近づいちゃう、ここまで。はい。で、チャンスって出てるんだけどな。そっか、これで、これで、これか、こういうことか。倒した。ネクロンを、クリティカルヒットで倒しました。ネクロンはクリティカルで倒されると再稼働プロトコルを起動できず、戦闘から即座に離脱します。あ、だから成功なんだね、一応。で、脅威排除完了。あれ？そういう感じだったっけ？なんか探すんじゃなかったっけ？状況評価、落胆が確定。ネクロンはテレポート技術を駆使し、破壊後の収集無効化を達成。疑問、遺体はどこに行くのか、興味が、増大。何だそれ。破壊されたネクロンの構造物は消え去るので、回収できるサンプルが残らない。
もし、次の戦闘で利用可能なサンプルが手に入ることを能力先に進む、テレポートできなかった部品がないか部屋を徹底的に探す、ネクロンの武器による損害を記録する、少なくともこの情報は使えるだろう。だったら調査かな。部隊は調査で大幅に遅れ、敵のに、部隊の位置に反応する機会を与えてしまう。ダメなんだ。しかし、貴重な素材が含まれているかもしれない。用途不明の、技術サンプル をいくつか 発見する。でネクロン覚醒、戦闘に追加のネクロンが現れる。ああ、そういうことか。なんか長い時間かけるとどんどん不利になるってことでしょう。まあいいや、ちょっと続行。はい、ミッション完了。あれ、トゥームから帰還した部隊はネクロンの、サンプルを獲得できなかった。しかしその残骸から得たテレポートの情報は非常に貴重なものであった。あれ、どういうこと。貴重なデータ、現在過去、人類の知識の総量が増加。ミッション結論ポジティブ。よくわかんないな。その結論は支持できないな、スケアポラ。リーチある結論の、列挙を開始。ネクロンの、転移を、目撃。敵構造体の破壊。で、ネクロン、戦闘効率の評価。絶叫が可能な機械、機能中のネクロンに遭遇の可能性が増大。テックプリストの生命は君の研究のための素材ではないぞ。スケアボラ、私の感情コアは苛立ちと怒りを、理解している。情報教訓、聖なる知識の取得のために、知見は必要。お前の理解イコール承認可能。ということで、難解だなぁ。なんとなく成功してるのかなーって感じだよね、ニュアンス的には。ネクロのサンプルデータ集める、ミッション成功で発見して、一応これで目的は達成したってことでいいのかな。まあ新たな、バンティシン酸化を入手。バンティシン酸化を使って1個のミッションをクリアするということでね。で、キャンペーンを閲覧。あ、これで、この下の3人は特に関係ないんだよね。っていうかこの上の2人だけか。編成、分かんない。まあいいや、ちょっと待って、とりあえずもう一個ミッションを、これなんだ、ゼノの芸術。エクロピスのトゥーム内の、スキタリ部隊から反重力技術を用いるデストロイヤー型のネクロンに遭遇したとの報告を受けた。テクアクイジタ、スケアボラは、ネクロンとデストロイヤーの技術を確認するため部隊を派遣するよう、要請している。ということでね、ネクロンデストロイヤーの研究用サンプル集める。これってさっきやったやつと違うの？あれ、これで、これはこのまま進めるってこと？まあいいよ、ちょっともう一回じゃあ選んでみよう。じゃあもう片方のやつ選んでみようか。浄化の航路、アグロテレックのツームを消費し、精神的腐敗を、除化するため、レクタードグマティスバイデックスが
コールを配置するサービターの配備を、要請した。目標、配備した、サービターにコールを、配置させ、トゥームを浄化しろ。ということで、いけんのかな、これ。結構時間的に大丈夫かな。まあいいや、まあ結局のところ、同じやつらを、あれ？罰がついてるなんだ。あれ？あ、違う、こうか。あ、違う。あれ？ミッション開始上で選ぶでしょ？選ぶでしょ？選ぶでしょ？あ、これ、こうやって、あ、こうやっていけんだ。あ、なるほど。さて、気がつかなかったな、これが。配備と閉じると選択。どういうこと？選択と、あれ？これは始められないのね。ちょっとどういうこと？あれ？あ、いや、これ、ちょっとこれでいいのか。あれ？で、プリースと言うと、これ、配備して。で、で、閉じる。あれちょっと待って。わかんないな。じゃあ、こっちの場合どうなんだ。これやって、ミッション開始。で、こいつらを。こいつらを、あれもしかして、これはもっちゃんとやってるよな。こいつを研究。違うな、武器か、これ。あれ、どうすりゃいいんだ。ブチタブ、これ何をすれば戻れるんだ。あ、これミッション、これでいいのか。ちょっと待って。これを選ぶでしょ？で、ミッション開始でしょ？ 1、2、3、4、5、6とか選ぶでしょ？ここから先に進む方法がわかんないんだよな。なんでだ？これでいいのか。あ、そういうことか。サブドミニアケープラーから報告を受け取ったぞい。概要、激しい抵抗、わずかな利権、利得、山積みの怪我人、確認、イエスノー。我々の兵は新たな、ネクロンを、に遭遇して失敗した。その通りだ。反応、喜び。不謹慎だぞ、テク、アクイジター、説明を求める。敵の戦闘隊、仮称デストロイヤー、反重力テクノロジーを確認。エクスプロレーター、要求。ファイルにアクセス。反重力テクノロジーは、スティジース、ビ、ビ、え？スティジール、
9かなの大賢人が、こういう鮮度として命令した領域じゃ、仮称デストロイヤーの研究、望ましい必要、聖なる使命。そして、君はこのテクノロジーを利用することで、スティーディース8の中にその名を轟かすわけだが、合意表明、要求の提出、即座に配備を開始しとくれ、くれい。ということで、はぁ、あ、何回だ。ネクロピスのトゥームでネクロンデストロイヤーと交戦中、敵の戦力に圧倒されています。非常に高い機動力と重装備で、スキタリ部隊が蹂躙されています。調査対象は危険ですが、本当にやるんですか？彼らを観測する理由、我々の兵士がその技術を得るため、戦場の効率が大幅に向上。それは、ゼノの技術を利用することですか？異端の考えに近いと思いますが、司祭。信仰心は一度横に置いておけ、ケープラ。舞台進行の準備は完了しているか？ということで、はい。デストロイヤー部隊がいそうな場所に敵をつけました。彼らはトゥームのどこかにいます。火星の幸運がありますように。ということで、配置？まあいいや、ちょっとここに移動。送信元ネクロン、ゼノ言語に研究する機械、妖精研究。昔からの真実は変わりませんよ、司祭。上級司祭、バナラトゥス・ヘロン。ゼノの言葉を継承することなかれ。知らず復唱することのないように。ということで、この部屋はトゥーム自体の独自の覚醒プロトコルによって送信された定期的なデータの流れに満たされている。送信元はネクロンに違いない。それ以上注意を図らない舞台のステージ、翻訳するために通信にアクセスメタリカに転送する、舞台の内部にある降参機でリアルタイムで通信を解読しようと試みる、まあ、これかな。じゃあ、結論、敵の言葉、無限に傲慢なんだ。宇宙のメカニズムに執着。ロードスコースザーレゴンは異形の対象、興味ということでね。ということ。スザーレゴンの宮廷における天文学者エクロピスの英知を見よ。彼に、解き明かせぬ星々の謎は存在しない。天はロードスザーレゴンの力の証なのだ。この冒涜的な言葉の数々は軍隊の心をかき乱したが、敵のものの味方への理解が少し深まった。部隊の内部である降参地でリアルタイムで通信を解読しようと試みる。で、ていうかもう普通に移動ぐらいしかないよね。なかなかむずいぞ。結局我々の存在が発見された。これ要するに戦闘ってことだね。じゃないのか？あ、違うのか。発見されただけなのか。え、これ何？違う。この、グリフってなんだろう。デバイスに接続端子があるネクロンのカリプテックテクリスチャー向けに、設計されているようだ。ということで、こう8、なんかダメージ食らった？2の、お、え、ダメージってこと？ DMG を受ける。がって何？が。まあいいや、はい。で、次にマップに行くと。任務に関連した機械、
通称デストロイ、あ、仮称デストロイヤーに関する戦闘データ取得 MC、この部屋でスキタリ部隊とネクロンデストロイヤーの戦闘が行われていた跡がある。急ごしらえの、防弾素材のバリケードの周囲にガウスファイヤーでひどく損傷した遺体が、倒れている。調査、追悼死者の、知性が、機械神のもとに向かうことを願いつつ、機械神の遺体を探る。ネクロンデストロイヤーの戦闘戦術に関する情報をさ、探し、武器の弾痕やその他の証拠は調べる。これかな。てか全部調べるばっか選んでね、僕ね。計算開始。スティタルトルーパーの生命。追加のネクロン戦闘データ。計算終了。交換は正当。ということで、部隊が長い時間をかけてデストロイヤーが残した武器の痕跡や傷のパターンを、記録する。このネクロンは機動性を生かし、重要な標的に高出力で的を絞った火力を発揮するようだ。ネクロンデストロイヤーの戦闘戦術に関する情報を探し、武器の痕跡やその他の証拠を調べる。で、今どこにいるんだ、これ。で次の部屋の選択です。さっきまでなんか、何でもいいから、とりあえず進んでたな。ここになんかあるんだよな。まあ、普通に考えて、ちょっと、あの、オレンジ色の光のところに行くのがなんかいいのかな、という。あ、でも。ちょっと回り道してみるか。に移動して、これは何なんだ、あれ。でこのパネルの制御している大きな扉の向こうにコグニッションで満たされた、宝物庫の、反応を検出した。正しいパスを入力すれば、宝物庫の中のものがローせず入手できるかもしれない。この2択なの。何か意味あんのかな、これ。マジ。まあ、いや、とりあえず上を選ぶ。ゼノによる、バイナリーが宝箱の中に封じ込められているようだ。宝箱を閉めるために使われた封印は古びていて、箱の中からデータが火花となって漏れ出ている。ダメージ、違うか。HP が2回復。ああ。なるほど。なるほどね。で、あ、そこ、それでまた次の移動か。じゃあ上、こっちに行ってみよう。先頭に追加のネクロンが現れる。どういうこと？直接請求持ってきてくれ、持ってきてくれ。直接請求終了。部隊は停止したネクロンデストロイヤーが入った室地を見つける。何かのトラブルにトゥームの覚醒プロトコルが反応できなかったんだろう。回収破壊記録。開始できるように室地の位置を記録する。室地を破壊する敵のネクロンが1体減る。室地を開け中のデストロイヤーの回収を試みる。どっちだ？試み、これかな？ああ、やられた？部隊は苦労して棺を開くが、彼らの行動に反応して休眠状態のネクロンはテレポートしてしまった。棺から危険な放射能と耳をつんざく音が発せられて、部隊が急いで部屋から出ざるを得なくなる。やばいね。やばいね。やばし。これ行き止まりだね。なんだこれ。こっち行ってみようか。クロピスのトゥームのこのエリアはほとんどが戦闘中のネクロンの構造体を、描画する大量のヒエログリフに覆われている。いくつかの絵は特徴的な反重力外角を持つネクロンデストロイヤーに酷使している。
いろいろな情報が調査できそうだ。デストライアの戦術、思想、弱点。じゃあ、思想を調べてみよう。部隊の内部的降参器が、単純なヒエログリフをいくつか組み合わせ、虚無的で、憎悪に満ちた、宇宙の像を一部を作り出す。そこでは全ての生命が異常で、銀河の完全なる浄化のが、唯一の望ましい結末として描かれている。舞台はネクロンの、精神に関する貴重な兆候に、引き付けられ、ここで、時間を無駄にする前に放置せざるを得なくなるということで 全然ダメだな。ダメですね。さっさとどんどん行っちゃいましょう。あれ、いいの、こっちに行くか。ということで、ネクロンの復活が一段早まる。なんだ？ロジックセイントの聖、詩篇、61章、死の中でも我らの義務は終わらない。瀕死の重傷を負ったスティタリーが部屋の床に倒れている。彼の胴体はガウスファイヤーで切断されている。どうやら彼は銃撃戦に巻き込まれ、部隊が撤退した時に、取り残されたんだろう。このスキタリーがネクロンデストロイヤーに攻撃された可能性は高い。このスキタリーは彼らの戦術を間近で目撃したのかもしれない。ネクロンデストロイヤーの戦闘戦術に関して、突撃への内部を考察アクセスし、銃撃戦の間に記録されたデータを取得する。突撃、調査。部隊は瀕死のトゥルーパーの皮膚、皮質レ、皮質ポートにデータプロープを挿入する。兵士の最後の瞬間のデータを抽出した直で彼は事切れる。最後の映像はデストロイヤーが完全な、完璧な位置で影から現れて部隊に対して強力な一撃を放ったところで終わっている。兵士が死の間際でもこの知識を共有できたことに部隊は勇気づけられるということです。続行。これはこのまま行っていいのかな。まあいいや、行っちゃおう。緑のやつ気になるんだけどね。ということで。何度も興味のそそる全てが人型ではないか。データを記録、センチュリオン形態、重力を無視。このゼノたちは我々が初めに思ったよりも異質なようですね。油を刺した歯車の書第12節、基準の形から離れることは厭わない、構わない。しかし彼らの、人間性を捨ててはならない。さもなくば、メン・オブ・アイアンの道へと堕落することになる。何のこと？ 話をそらしたくないんだけどさ、そのメン・オブ・アイアンっていうのは何なんだい？詳細不明です。この書が記録されたのは何千年も前ですし、私の工事データには他に関連する資料がありません。今その話はいい。新しい設定はすぐそこだ。下手なことを油断するな。警戒し集中しろ。ということで、標的を、これはどうすればいいんだ？あれ？こうやって置いとかないと、あれ？違うの。あ、そういうことか。まあ、戦闘開始。
そういうことか。通り抜けられないのか。今更ながらだけど。まいったね。これは結構難易度高いな。配置してこう移動する順番とかもちゃんと見とかないといけないのかな。あー、そっか、通り抜けられないってことはそういうことか。やばいな、2時間近くプレイしてやっとなんとなく流れが見えてきたって感じかな。やばい、やばいぞこれ。あ、やばい、やばいこれ、かなりやばいね。全然移動できないな。あんまいいか。ちょっとこいつだけこっち側で行動させてみようか。こいつだけってわけにもいかないか。あれ当たんない。あ、無理なのか。しゃあないな。これもかする。これも当たらないのか。ダメなのか。一マス足りないってやつか。ちょっとこいつはこっちに行ってみようか。逃げた。撃つな。やられた。戦闘に追加ネクロンが現れる。これやばいね。やられた。これやばいな。やばいけど、ちょっと、攻めるだけ攻めちゃおう。あれ当たらない。じゃあこっちか。これはいけんのかな。これはいけんの。ボロボロだな。まあしゃあない。じゃあしゃあないね。ちょっと一回ここで中断。まあ何があったかといえば、単純にプレイステーション4のね、動画1時間までしかセーブじゃない、保存できないんで、まあちょっとそれに伴って一回ちょっと切れ目ということにしてみましたのはいいんだけど、正直言うとさっきバタバタしてね、強引に終わらせようとしてやったせいで、何の戦略性もなく突っ込んでいっちゃったせいで、多分、
今回のこのプレイ、多分普通に、なんか全滅しそうなんですけど。もうこれどうにもならないよね、多分。あれ？なんかやりようあんのかな、こっから。移動できた。これ一人分しか通れないのか。まあしょうがない。はい。このユニットがラウンドの一番最後に行動するようにターンを先送りしました。再度ターンが回っているときに先送りするとそのラウンドの行動をスキップします。なるほど。で、あの戦車みたいなやつがどういう行動をするんだろう。あれこっち、あれこっち行けないの？え、マジ？いや、こっちに行こうとしてたんだけど、あれ？え、マジで行けないのこれ。え？マジか。はい、じゃあこっちに行こう。で？こいつなんかできんのかな。こいつなんかできないのかな。で、わけわかんない。何やってんのかよくわかんないから。どうすりゃいいんだこれ。まあいいや。あれ違う。あれもしかしてこれってアクションバーでなんかできた。すべての武器に宿る聖なる、機械精霊の力は武器の使用するほどチャージされていきます。機械精霊がチャージされるとその武器での攻撃に特殊効果が付与されます。武器ごとに、機械精霊のチャージ速度は異なります。武器アイコンの下にチャージ速度が、特殊効果は武器のツールチップ内に表示されます。で何？これで消えたのか。困るなぁ。で、これでこっちに行けるのか。でもあんまり行っちゃうと、あの戦車みたいなやつに狙われるか。これか。これはなんだ。チャンスって何や、チャンスって。なんでこんなにいっぱい移動できちゃうのこいつ。あれなんか敵か。敵だったか。じゃあやっつけないとね。あ、そっか、今使えないのか。やめとこう。だったらむしろこの辺で待機。いろいろ無駄したなあ。あ、来た。どう？自分の攻撃では使えなくて、あ、なんか来た。やべえな、これ。あ、やばい、こいつ、あ、なるほど。今散々やってしまったから、こいつが何かやれる要素が。あれ？こいつに戦えないのか。マジ、よくわかんないけど、これで、じゃあ、死ぬかな。あ、回復した。結構いろいろやばいな。
あ、やばい、死ぬ、死んだ。これはやばいね。まあ、潔く死ぬ。潔く死ぬか。ここら辺に行くか、じゃあ、とりあえず。このスキャンってなんだ。使えないのか。これどうすりゃいいんだ。っていうかもうどうにもならないよね、これ。ここでやられて終わるのかな。あれ？逃げた。あ、撃つのか。お、生き残ったけど、まあ無理だな、これ。まあいいや、とりあえず、もう一回撃つか。死んだ。ということで終わりか、これで。接続消失。まあ、そうなるよね。ミッション失敗。エクロピスのトゥームにいるネクロンの圧倒的な強さは我々の部隊を一掃してしまった。研究対象であるデストロイヤーによる一斉射撃を受けた部隊は任務を中止し、逃亡することになった。ネクロンの戦闘能力確認完了。同様に我々の部隊の戦闘能力も確認できたな。彼らが犬死にしてしまったことに大きな後悔を、返そう。犬死にフォルス、貴重な戦場データを取得。格言を取得。ピンチはチャンス。格言では大切な部下を失った私の感情コアを癒すことはできないぞ、スケアポラ。ということで、これは結果的に殺した数よりもみんな死んでしまいましたって感じ。ミッション失敗ね。で、何もかもゼロってことですね。あ、でもなんか新たな万物系参加を入手。万物参加を使わずにこのミッションをクリアする。クリアしてないんだけどな。 クリアしてないんだけどな。クリア扱いになるのか。で、今のところこれで。陸の標本。ミッション成功、ミッション失敗。まあいいや、ちょっととりあえず、これで、ここで一回中断としとくか。ということで、一応ね、全滅したので終わりということで。だから、多分、一つのミッションを終わるのに、まあ、普通にね、僕みたいにこう喋りながらやると、まあ、3、40分ぐらいかかるから、まあ、そういうようなね、目安で今後プレイしていければいいのかなという感じがしました。はい。ということでね、少し学習しましたというところで、この動画がね、良かった方はグッドの評価、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さっきかんでした。